ね、来ました、星野リゾート最高でしたね。はい、皆さんどうもご無沙汰していますけれども、はい、ここが苫間駅です。これが前泊まったホテルね。で、今からなんですけれども苫小牧の方に行って、でそこから敦賀までね、フェリーでも帰るということになります。で、今から乗るのはキハ283系スーパーオーゾラです。乗ったことないんですよ、まだ。これがね、で前々回の動画でね、確か出したと思うんですけど、それは271系だったんでね、楽しみにしています。はい、ということで乗っていきます。青い空、初めての青い空、やったー。見ましたけどね、最初に思ったのはね、やっぱりね、あのこの車両かっこいいですわ。はい、それからこのドアがね、外の方にプラグ式ドアかな、外に開くっていうのも知りませんでした。はい、で自由席にね、乗っていこうというふうに思います。苫間駅にはね、切符の販売所がありませんのでね、中で車掌さんから買わないといけないんですね。はい、車内設備ですけれどもね、もう至って普通でした。まあ自由席なんでね、そうかもしれません。当たり前かもしれませんけれども、リクライニングもまあそこそこ。で、フットレストもね、まあこれですよ。簡易式のやつね。僕はあまりこれ好きじゃないんですけれども、それから背面机もまあ特に言うことはありません。はい、ということでね、まあ車内でね、乗り心地非常にいいです。車掌さんからね、今からね、馬の乳を絞りに行きます。牛の、まあ、ちょっとね、じゃあ車内をね、まあ見ていきましょうか。はい、車内はね、結構ね、あの音がうるさいですね。うん、まあ別にその騒音というほどでもないので大丈夫なんですけれども、でそれがこれが、荷物棚、これベルトがついてます。キア271の時はね、ついてなかったんでね、あ、なんかより豪華になったというかね、安心して荷物を置けるような感じになっているかなというふうに思います。まあね、先頭まで行こうと思ったんですけどね、271と違ってね、途中でグリーン車がありましたんでね、ちょっとやっぱりこの部外車がね、立ち入るっていうのはこれ申し訳ないことでね、これマナー違反だということで、ね、まあグリーン車にはちょっと入らずに、まあここまでしか見れなかったんですけどね、まあ指定席がな、非常にいいシートでしたね。まあ、確かに4時間ぐらいかな、結構走るからね、なかなかどういうシートなのかと気になってたんですけどね、これが、あ、なんか実際見てみたら結構大きくてね、枕も大きくて、こう何て言うんですか、ちょっと包まれるような感じになるんじゃないでしょうかね。まあ、僕は自由席なんで分かりませんけどもね、はい、まあ、そんな感じですよ。はい、なんかちょっと本当にね、すごく雑なね、紹介になってしまってね、本当に申し訳ないなと思ってるんですけれどもね、やっぱりグリーン車があってね、ちょっと車両全体をね、見るということもできなくてね、はい、ちょっと物足りないものになってしまったなと思ってね、反省してるんですけれども、もうそうこうしてるうちにっていうか、もうついてるんですよね、これね、南千歳駅です。1時間ちょいやったかな、もうずっと寝てましたね、はい、M 君もね。乗り心地もね、悪すぎず、良すぎず、で、音も別にそのうるさすぎず、静かすぎずという感じでね、はい、記憶に残るいい旅になったと思います。はい、ということで、まあ、スーパーオーゾラはね、こう見送ってね、これから今からね、乳搾りに行くわけです。牧場にね、行こうというふうに思ってね、はい、降り立ったわけですけれども、かっこいいですよね、非常にね。僕はそう思います、本当に。やっぱり、キア271もね、新しくていいなと思ったんですけれども、それでもやっぱりこっちの方がね、僕としてはね、やっぱり好きかなというふうに思いますよね。やっぱり、うん。このスーパーオーゾラか、あとはスーパーホクトのこの全面展望ね、行ってみたかったなという思いもあるんですけどね、もう閉鎖されちゃったみたいでね、まあ、お見送りをしてね、もう帰るだけなんですけどもね、もうこの北海道の旅もね、もうそろそろ終わりに近づいていくことになります。それではね、またこれ、いつ乗れるか分かりませんけれどもね、次はね、グリーン車に乗ってみたいというふうに思いましたね、やっぱり今回見れなかったからね。はい、ということでね、すみません、なんかこんな雑な紹介になってしまいましたけれども、見ていただいてね、ありがとうございました。はい、失礼します。はい。